逆切り継ぎという方法をやっていきたいと思います。まあ、普段の、台木と穂木の加工を逆にするっていう方法ですね。でこれをやることによって、切り口がですね上を向かないで、もしなんだろうメデールテープが破れても表面に水がたまらないっていうですねメリットがありますけれども少々めんどくさい、はい、ということですね。一応まあ台木の加工からまずやっていきます。はい、で、だいたい10センチぐらいの、ところですね。まあ、この辺が10センチぐらいなんですけれども、ちょっと僕はそれよりも下ですね。薬指ぐらいのところからいつも、切っております。まあ、なので8センチ、7センチぐらいの、サイズにですね、なっているというふうに思います。もう人差し指よりもですね、短い、感じです。で、台木はですね、斜めに、切っておきます。ハサミでですね。で、ハサミで切ると、ハサミの受けの方の、まあ、なんだろう影響で切った時にですね組織が潰れるんですよね。はい、なので、ちょっとこの切り出し用のナイフでですね、一回傷口の整形とあともうちょっと滑らかに、はい、しておきます。まあこのくらいでいいでしょう。でこれですね反対側にこう切れ込みを入れてこういう感じですね。はい、いや非常にいい感じ、だと思います。では次に穂木の加工なんですけれども、はい、こちら普段台木でですねやっている方法に、なるんですけれども一回その形成層のところ見てみましょう。もう何回も何回もちょっと継ぎ木をやってるので手がですねもうぬちゃぬちゃ、これ全部マンゴーの樹液なんですよ。これが黒くなるんですよね。はい、で、こういう風に形成層がここありますよね。でここから刃物を当ててでちょっとここが難しいんですけれどもナイフをこうグッとやるとですね手を怪我する可能性があるのでこの手の方を下にちょっと押していくみたいな感じでですねやると、僕的にはすごい良かったですね。こういう感じでナイフを動かさずに穂木の方をなんとかこうやっていくっていうぐーっとですねやっていくっていう感じでやるとすごいいいかもしれないです。で、はい、こういう感じでこれ結構長めにやってしまってもいいですね。こんな感じで、うん、はい、いやすごいどうでしょうかね。こんな感じ、うん、でそれをこっち側ですね、はい、にドッキングしていくということですね。はい、いやいい感じですね。はい、はい、普段の切り継ぎの逆ですね。はい、普段の切り継ぎの完全に逆です。はい、うん、メデールテープ巻いていきましょう。まあ普段の切り継ぎでね成功すれば、まあ、それはそれでいいんですけれども一応この逆切り継ぎの、まあ、メリットっていうのはですねこの傷口が塞がってるんですよね。はい、なのでメデールテープが破れたとしてもまあ水がですねたまらずに下に落ちるっていうことがですねいいと思います。はい、ここ側にいつも普通の切り継ぎの場合はこっちが平らになってるのでやっぱり水がたまりやすい、ということがあるんですけれども逆切り継ぎはですねそういったところがまあメリットかなと思いますけれども、まあ、やりにくい、はい、穂木の加工がしにくいちょっと危険っていうですねそういうのがあるのでまあ初めてやる人は怪我するかもしれないっていうですねそういった継ぎ木の方法になってます。はい、まあ、いろんな方法でね、継げるっていうのが、まあ、継ぎ木の面白さですけれども皆さんどうでしょうか。はい、ぜひオリジナルのね皆さんオリジナルの、まあ、一番費用対効果が高い継ぎ方をですねぜひ、まあ、見つけてやってみていただけたらというふうに思うんですけれども、まあ、今のところはね本当にまあ切り継ぎがなんだろうな一番簡単で早くて優秀でっていう継ぎ方かもしれないですね。はい、うん、よし、まあ、しっかりちょっと、ね、手がねマンゴーの場合はもう本当にすごいんでねぬちゃぬちゃが、はい、よいしょ、はい、もうちょっとだけもう一周だけ巻いてあとはそのまま穂木もくるくるっと巻きます。はい、はい、はい、
よし、これで完成ですね。逆切り継ぎでした。はい、ありがとうございます。